いやー、さっからマリオカート8デラックスの追加コース発表されて、義賊さんとかボスナさんが喜んでて、僕も幸せな気持ちになったんすけど、まあ、ウイレは更新ないよな。春にインフットボール来るし、なかなか新アイコニックは難しいと思いますけど、って言ったら、嘘でしょ？ネスタですか？ネスタですか？皆さんどうもこんにちは、ヒカクです。本日は2月10日木曜日、新しいガチャイベやってまいりましたので、この動画1本でお話していきたいなと思います。いやー、ネスタ来ましたね。これはもう能力的にもそうですけど、選手として好きな方もすごく多いと思いますので、かなり興奮の登場になってるんじゃないかなと思います。ということで、まずはですね、お知らせから見ていきたいなと思うんですけど、いや今週さ、中型アップデート来るかなと思っていて、まあ一応ですね、アップデートは来たんですけど、割とですね、渋めの更新だったんですよね。でこれ見る限り、おそらく選手能力の更新なんかも入ってないと思いますので、割と最低限の更新になったみたいですね。まあでも確かに冷静に考えると、そうか、春にですね、 e フットボール入ること考えると、まあそんなに細かく能力変動しても結局次回作になっちゃうっていうのあるので、まあその辺りも関係してきてるのかなってところですかね。まあ個人的な話で言うと、最近までね、あの12月のアップデート比較っていうのをずっとやっていて、最近完結したんですけど、まあその比較動画がまだまだ参考になりそうなので、そこはちょっと嬉しかったかなってところですかね。であとそうだ、あの J2 リーグのですね、昇降格はおそらく反映されてると思いますので、はい、 J サポーターの方はそのあたりチェックしてみてください。まあお知らせに関してはそれぐらいですかね。はい、であとライブアップデート見ていきましょうか。おお、メッシ A、 ムバッペも B か。これはちょっとメッシさんのムバッペまた今週も活躍しそうですね。クルトア B、 うわ、キミッヒ B、 めっちゃ嬉しい。キミッヒ最近ずっと調子いいですけど、これめちゃくちゃ嬉しいですね。他はまあぼっちぼっち、こんな形ですね。で不調評価で言うと、あ、オブラクと手足低減が両方とも不調なんだ。これちょっとゴールキーパー困る人多そうですね。はい、他はこんな形で、待って、ジョアン・フェリックス、おかっぱで可愛いな。さあ、ということで、ここからはですね、新しいガチャ見ていきましょうか。新しいガチャ、まずはですね、あのレジェンドボックスいつも通り更新されてますので、こちらチェックしてみてください。そしてアイコニックミラン、ネスタやってまいりましたよ。てかさ、アイコニックミランやばくない？ここまでミランアイコニックって、インザーギ、カカ、マルディーニ、バステン、ライカールト、フリット、ロナウジーノ、ネスタと8名搭載されてるんですけど、もう全員強いよね。で、そこにね、まあ今言ったネスタ加わってきますので、もうミラン大正義時代来ちゃったんじゃないかなって感じですね。で、しかもさ、ネスタ見てよ。これ1レベルの能力ね。あの1レベルなんですけど、はい、見ていきます。上から見ますよ。まあまあまあ、この辺はそんなもんだよねってところからの感想。ディエンスセンス、ボールダッシュ、1レベルでカンストしちゃってます。もうね、これはめちゃめちゃ強いわ。もうしかもね、あの、貴重なセンターバックということで、まあ、ミラン補正の方はもちろん、ミラン補正じゃない方も、狙う価値は十分あるんじゃないかなと思います。まあ、ただ、ロナウジーノとですね、ライカルトに関しては、既存登場ということで、すでに持ってる方にとっては、若干リスキーなガチャにはなってくると思いますね。いやー、ミラン出てきたってことは、そろそろユベントスとかにも期待していきたいですね。じゃあ、1回引いていいですか？もう僕、ちょっと今日はガチでやる。あ、ちなみに、あの、今日の夜ね、あの、ネスタアイコニック出るまでっていうガチャ配信しようと思ってるんですけど、もし、この1回で出たら、中止です。もう、それをかけて、中止をかけて、1回引いていく！どうなのね。マテオ・コバチッチー！まあ、悪くない。はい。さあ、お次は週刊 FP 見ていきましょうか。もうこのジルーの叫んでる顔だけで、もうワクワクしちゃうんですけど、今週はですね、こんなメンツになってましたね。いや、ゴールキーパーの躍動感やばすぎ。一人だけ 3D やん。いや、今週のメンツで言うとね、ユベントスからザカリアかブラホビッチ来るかなと思ったんですけど、二人とも移籍反映されてないっぽくて、その影響で来なかったっすね。執念悲しい。ただ、やはりですね、メッシは来てくれて、まあ、アイコンかっこいいのもそうですし、能力もめちゃめちゃ優秀ですよね。まあ、アイコニック持ってたりしたらそこまでですけど、ガチリーグ的にはめちゃくちゃ欲しいなって思ってますね。で、あとはやっぱり今週はパウトーレスですよ。もう、パウトーレス安定感やばいし、瞬発力8上がりととんでもない強化されてますので、パウトーレスは今週の中でも圧倒的な当たりだと思いますね。で、その他にも、まあ、ポストプレイヤーコンビとして、めちゃくちゃかっこいいジルーだったりとか、ミリクもいますし、他もですね、初登場ヨナタンタ、そして、スパサブ持ちのアセンシオ。アセンシオのあの筋肉とゴールすごかったね。もうめちゃくちゃ来てほしかったんで、アセンシオの登場もとにかく嬉しいですね。っていうところで、まあ、割とですね、魅力的なガチャにはなってるんじゃないかなと思ってますね。まあ、特に先週割と渋めだったので、より輝いて見えますよね。これがコナミのやり方か！
では最後にですね、今週の週刊 FP の無課金目線のガチャ優先でやっていきたいなと思うんですけど、まあそうだな、 B プラ評価ぐらいかな。結構ですねメンツは熱いかなと思ったんですけど、結局突き詰めるとパウトーレスかパウトーレス以外か、まあそういったガチャではあるのかなってところですかね。まあヨナタンターとかジョルディアルバもいますので、まあディフェンダーを補強したい方だったりとか、あとは最近始めた方であればメッシもめちゃくちゃ当たりであることは変わりないので、そういった方は積極的に引きに行っていいと思いますね。ただ無課金の方が絶対に引けレベルではないと思いますので、そこはもう正直にお伝えしたいなと思います。さあということでガチャ行きましょうか。ちなみにですね、国別の対応表はこんな感じになっていて、まあやっぱ狙いはパウトーレスなので、スペインに落としてから 33% 引いていきたいかなってところですかね。まあでもセンターバック的に言うとヨナタンターでもいいので、まあターかパウトーレス狙いで、カブリはメッシ、アルバ、アセンシオ、ジル、この4名になりますね。さあ行きますか。いやもうね、ずっとかぶり続けてるんよ。本当にコナミさんに裏で確率操作されてるんじゃないかレベルでかぶってますので、ちょっと今日こそかぶりなしで狙いの選手引いていきたいなと思います。ちょっと一応確認させてね。オッケーオッケーオッケー。録画は大丈夫そうなので行きましょう。一発目お願いします。スペインかその他ヨーロッパ、まあ、とりあえずスペインかな。まあ、スペインに落ちてくれればアルバ、パウトーレス、アセンションになりますので、さあどうだ。1回目どこで落ちるか。おっと来たスペイン、待って、と来たスペイン、待って、パウトーレス一発で来い、レッツゴー。ノーアセンシオか。まあ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 、アセンシオね持ってはいるんだよな。世代超えた比較ではあるんですけど、今回の方が強いよね、さすがにね。まあさすがに今回の方が強いと思いますので、アセンシオは全然あり。オッケー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 。まあ中型アップデートも入ってるしさ、正直昔の FP 持ってたから残念みたいな、そういう発想って結構薄くはなってきてますよね。さあ2回目いきましょうか。まあとはいえ狙いはセンターバックですから、パウトーレスいきましょう。スペインまで落ちてるからさ、あとは 33% 引くだけよ。もうまずはね、スペインは1回目でクリアしてますから、ここも当たり前のようにスペインではなくてフランス。待って、メッシ来るか、ゴー。おーっとミリクか。うわー、今メッシめちゃくちゃ期待した。メッシが来たらガチリーグ無双でしたけど、でもミリクもいいね。いや来た、ついにヒカックの時代が来ましたと。まあ狙いを当ててないのでよくこんな風に言えたなって思われるかもしれないですけど、まあでもアセンシオミリクは今週だったら全然引きいい方じゃないかな。オッケーオッケーオッケー。さあラスト行きましょう。もうパウトーレスで気持ちよく締めて、もうアイコニックガチャ配信行こうよ。うん、もう行こう行こう行こう。なんか変に貯めてもさ、フラグだったりとかさ、あとはなんか逆に悪い方向に行きそうだから、もう何も考えずに引くわ。ちょっと無言で引くわ、無言で引く。はいはい、もうあえて喋りません、あえて喋らない、当たり前のように頼むよ頼むよ。待って、フランスちょっと待って、メッシ来て、メッシ来て、来い。なあ、もうなんで、え、本当にコナミさんアカウントが壊れてます僕の。